西森博之の単行本、今日から俺は、勇者、佐川と、あの二人編が、本日4月18日に発売された。今日から俺は、勇者、佐川と、あの二人編は、1988年から1997年に、かけて連載された、今日から俺は、の特別編。高校卒業から25年が経ち42歳になった佐川を主人公に現代にタイムスリップした三橋と伊藤が大暴れする様子を描く。同作は実写ドラマ化を記念し少年サンデー小学館で発表された。連載当時からのファンもドラマ化をきっかけに興味を持った読者も約20年ぶりとなる新刊を手に取ってみては。なお、単行本の発売を記念し、小学館 e コミックストアほか、各電子書店では、西森の作品を期間限定で無料試し読みできるキャンペーンを実施中。今日から俺は、1から3巻、お茶濁す。1から3巻、天使な小聖域1から3巻。道志郎でござる1から2巻、柊様は自分を探している、1から2巻がラインナップされたほか、今日から俺は、勇者、佐川と、あの二人編の試し読みが増量されている。期間は5月1日まで。